こんにちは、ひげおです。今回はですね、先日まで期間限定で行われていたガンダムベース大阪に行ってきました。まあ、展示物の方もありまして、2月に発売予定のファッツを見ていきました。こちら欲しいと思っているガンプラなので、非常に感激でした。それでですね、まあ、本日紹介するのはガンダムベース限定のユニコーンガンダムペルフェクティビリティデストロイモードの HG です。今回の動画ではこちらの開封組み立てと行っていきます。よろしくお願いします。でまあ、組み立ての際に使用している工具はニッパーとスティックヤスリと、あとはまあ金掛けのツールですね。でニッパーは、ゴッドハンドさんのケロロニッパーで切り出して、ブレードワンニッパーでゲート処理を行います。で、まあ、スティックヤスリの方なんですけれども、基本的にはヤスリの親父の400番を使用してまして、まあ、必要に応じて180番だったり800番を使用して、まあ、組み立てを行ってます。まあ、一旦ですね、僕自身がユニコーンガンダムを組み立てるのは初めてだったんで、まあ、ちょっとやりたいように組み立てしてみました。まあ、この時点ではまだ途中なんですけれどもね。はい、というところで、まあ、一通り、パチ組みしました。まあ、ゲート処理が大変でしたね。そのフェニックスだったり、バンシーだったりの、まあ、パーツ、武装を全部こう一通り組まないといけなかったので、まあ、ただ基本的にパチ組み好きなんで、ただそれでもしんどかったですね。はい。まあ、ただ、まあ、パーツでボリュームがある分、まあ、大きい回収しなくても、塗り分けちゃんとできれば、まあ、それなりに、いい風に見せれるのかな、という風に感じました。ただちょっと唯一回収しておきたいなと思うのが、ももの付け根ですね。関節部分なんですけれども、まあ見ていただいたら分かる通り、ボールジョイントで、まあももが回転しないのでポージングがちょっとうまくできないなというふうに思いまして、まあ、このあたりはちょっと、今のスタンダードな、構造になってない分、まあ、何かパーツ差し替えたり、まあ、何かしらちょっと回収したいなと思います。ちょっとこの回収とか、まあ、塗装前の
まあ、準備だったりとかっていうところは、まあ、ちょっと次の動画でいろいろ紹介できたらなと思ってます。まあ、なので本日はここまでとなります。まあ、もしプレフェクティビリティの組み立て、まあ、どういう風に仕上がるか気になる方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではひげおでした。